はい、こんにちは、無生でございます。私ですね、今花木ですねとか、あとは果樹をプランターでこうたくさん育ててるんですけれども、いずれもまあ炭素循環農法の考え方で、やるということで、農薬とかですね、あと化学肥料を使わないで、栽培するという感じでやってます。でそうすると、多少なりともね、やっぱり無農薬なんで虫が来るんですよ。で、大体の場合において、まあ、ちょっとこうなんていうんですか、試しに味見してどっか行っちゃうっていうパターンが多いんですね。だから、その例えば植木鉢の、果樹なり花なりがこう全部葉っぱが食われるとか、全部花が食われるとか、そういったのって見たことがないんですね。あるいはまあ全部じゃないにしても、こう全体的に例えば病気が広がるとか、そういったこともないですし、今までそういったことを経験がなかったんですね。で5月の7日じゃない、5月の8日あたりからですね、イチジクのプランター、ロイヤルビンヤードとアーチペルっていう品種のその2つの鉢に、毛虫がいたんですね。で、調べてみるとその毛虫なんですが、クワゴマダラ一人というやつでして、まあ、写真にも撮ってるのでちょっと嫌だなと思ったら飛ばしてもらって構わないんですけれども、この毛虫なんですけど、まあ調べてみるとですね、柑橘、まあみかんとかですかね、梨、桃、すもも、梅、栗、ぶどう、柿などにつくという毛虫みたいなんですね。まあ要するに雑食性でいろんな葉っぱを食べるよという毛虫みたいなんですけれども、今私がお世話をしているプランターは確かに、柑橘、金柑がありますし、桃ありますね。あとあんずもバラ科なんですけど、あんずはどうなんでしょうね。あと梅とか栗もありますし、柿もありますし、で何よりイチジクはすごいたくさんプランターありますね。であとツツジ科の植物にもつくっていうんで、ツツジ科っていうとブルーベリーですよね。ブルーベリーにもつくはずなんですけど、この、2品種、ロイヤルビンヤードとアーチペルの2つの鉢にしかこの毛虫はいませんでした。でこれがなぜかというところをちょっと考察してみたいなと思うんですけれども、でその前にですね、昨日5月16日見てみたらいなくなってました、2匹とも。これがどこに行ったのかちょっと分かんないんですよね。だから例えば毛虫を捕食する鳥に食われたとか、あるいは他の虫に食われたとか、何でしょうね、トカゲに食われた、ヘビに食われたとか、まあそういう可能性もありますし、あるいはさなぎになるためにどっか別のところに移動したとかっていうのも考えられますよね。ただ、他のプランターには行ってないっていうのは間違いないんですよね。周辺のプランターにもいませんでしたし、なのでちょっとなんでいなくなったのかはわからないんですけれども、ただこのクワゴマダラ一人に関してはそこら中いろんなところに潜んでるらしいんですね。だからそれとか、まあ雑草とかの葉っぱにもくっついてたりするらしいんですけど、まあだから狙おうと思えば無農薬のプランターがずらーっと並んでるわけですから、いくらでもこう這い上がってきて食べようと思えば食べられるわけですよね。でもそのロイヤルビンヤードとアーチペルというその2つの植木鉢にしかいなかった、これはなぜかっていうのがちょっと疑問なんですよね。でさらにですね、今年の冬、剪定をしてるんですけれども、剪定した枝ですね、ちょっと細かったんですけど挿し木にしてます。で挿し木はどこに挿したかっていうと、その鉢
まあ、ロイヤルミンヤードアーチペルの鉢のこう端っこの方に刺しておいたんですね。でそこから今ちょうど葉っぱが出てきてるところなんですけれども、なぜか挿し木の方の葉っぱは食べてないんですよ。そのもともとあった本体と言ったらいいんですかね、まあ、根っこがある株の方の、葉っぱを食べてるっていうことなんですよね。ほぼ同じ条件の、イチジクもたくさんあるわけですよ。つまり、まあ、同じ配合のブレンドした土のプランターがあって、で株があって、で葉っぱが今たくさん生えてるんですけれども、他の品種に関しては食べてませんと。でなおかつ同じその品種であっても挿し木の方の葉っぱは食べてませんという条件がありますよね。でだから考えると可能性としては2つかなと思っていて、これまあこの2鉢はほぼ同じ日でしたね。同じ日に去年の8月にまあホームセンターで購入したんですけれども、いやそのホーム、もともとその土付きの当然イチジクの苗なので、その土の中になんかこう虫を呼び寄せるような肥料成分が残っていたのかなっていうのが一つありますよね。8月にそのイチジクを買って苗を植え替えると、植え替えた時にまあ一回りちょっと大きい鉢に植え替えてるんですよね。で当然あの真ん中に設置しまして、その周りに当然空間が空いてしまうので、その周りには自分のブレンドした培養土を入れているので、もしかしたらその挿し穂に関しては、元々の土の方に根っこが伸びていないので、そのブレンドした土の方にしか根っこを伸ばしてないので、クワゴマダラ一人がそっちの挿し木の方には行かなかったっていう可能性もありますね。って考えるとやっぱりもともと買ったそのイチジクの苗の土の中に何かしら肥料成分があったのかなという予想ができますということですね。だからやっぱりこれをこの結果を見てもですね、肥料成分がやっぱり虫を呼ぶ、害虫を呼ぶっていう話だと思うんですね。よく野菜とか果樹は、品種改良して弱くなったから虫が来るんだって言ってるんですけど、いやそんなことはないですと。どんなに品種改良された野菜であっても土の中の腐敗成分、まあ言ってしまえば肥料成分ですよね、腐敗成分を吸わなければそれを処分しにやってくる虫あるいは病気は来ないっていうことになると思います。だからやっぱりですね、これ炭素循環農法の考え方と一致するのじゃないかなというふうに思っています。ただ、まあアーチペル挿し穂今、まあ、まだ植え替えはしてないんですけど、このまま同じ鉢の中で育てたらですよ、同じ鉢の中で育てたらまた根っこが伸びて、そっちの元々の、売られて置いてあった、売られてる時にあった土に、根っこが触れてくると、もしかしたら葉っぱが食われるのかなっていう気もしますね。ただもともと買ったその本体ですね、挿し穂じゃない方の本体の方の葉っぱももう今、食害が止まったので、このままこう春から夏にかけて、食害がないのであれば、もうそのもともとの土の中にあった腐敗成分、肥料成分は抜けたのかなっていう判断ができるかと思います。ただこれまあ今後どうなるかですね、見ていってまた何か動きがあれば考察してみたいと思います。はい、以上無精でした。ありがとうございます。